電子グローカルニュースの時間がやってまいりました。ナビゲーターの小西亮です。この番組は伊勢新聞社協力のもと、まさに電子の言葉通り7つの海を越えて三重県内外の情報を世界に伝える地域情報番組です。本日は9月14日月曜日から9月20日日曜日までの伊勢新聞の中からピックアップ、国勢調査始まる、コロナ禍学習環境保障を、県民手帳表紙に伊勢型紙、鳥羽国際ホテル大輪の花咲くケーキ、岐路に立つ大学のミスコン、以上5つのニュースをお届けします。それでは最初に9月15日火曜日2面、国勢調査始まるの記事からです。国の最も基本的な調査で5年に一度実施する国勢調査の調査票配布が14日始まりました。スマートフォンやパソコンを使ったインターネット回答の受付も同日スタートしました。総務省は新型コロナウイルス感染対策として対人接触を避けるネット回答を重視、全回答に占める割合を前回 36.9% から 50% に引き上げることを目指し、早めにネットで回答をと呼びかけています。国勢調査は1920年に始まり、今年で100年の節目、外国人も含め日本国内に住む全ての人に対象に10月1日時点の世帯構成や居住期間、5年前の居住地、就業状況など全16問を尋ねます。私も先週国勢調査に回答しました。私自身今年大学院に入学して国勢調査などを学術研究として活用するようになってからというもの、こういった調査にかなり紳士的に取り組むようになったと思います。この国勢調査は国から地方自治体に入ってくる地方交付税交付金の金額を決定したり、自治体独自の行政施策にも大いに反映されます。一人一人が調査に答えることの重要性がわかりますね。一方で注意しなければならないのは、国勢調査を装う詐欺が多発しているということです。年収やクレジットカード番号、銀行口座番号といった個人情報を問われることは一切ありません。国勢調査を装う訪問や偽サイトの横行など被害が報告されているようです。適切な方法で早めに回答を済ませておくことが一番ですね。それでは続きまして、9月15日火曜日15面、コロナ禍学習環境保障をの記事です。三重県の県 PTA 連合会や県小中学校長会など6団体で作る県教育関係団体懇談会は14日、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、子どもたちの学びの保障を求める要請書を鈴木英敬知事と木平義貞教育長に提出しました。鈴木知事は感染症対策として特別教室や実習室など普通教室以外の教室にも空調設備を整備するための費用を9月補正予算案に盛り込む考えを示しました。要請書では県独自の学級編成基準と教職員定数の確保、スクールカウンセラーなどの増員、いじめや差別の防止、空調設備と換気設備の完備、 ICT 環境、修学旅行などのキャンセル料の負担、必要な物品の確保と教職員への PCR 検査の7項目を求めました。県 PTA 連合会は、多くの学校で教室がかなり過密になっている、県独自に20人以下の学級編成を作ってほしいと要望、教育現場では消毒作業に非常に時間がかかり人手が足りない、新しい学校のスタイルを作ってほしいと訴えました。全国には3万6000の学校があり、1300万人の児童生徒がいるといいます。その中で6月から8月までの新型コロナウイルス感染症の学校内感染は計180人、事例としては31件だそうです。学校の感染予防の徹底がうかがえる低い数字となっています。そして学校における対策は自治体の教育委員会の方針が大きく左右します。また県としてはやはり教職員の確保を急ぎたいところです。教職員にとって感染対策は業務としても負担ですし、精神的にも緊張状態になると思われます。子どもの学習環境を守るため最善の対応が必要です。それでは続きまして、9月19日土曜日一面、県民手帳表紙に伊勢型紙の記事です。三重県内の印刷会社で作る県印刷工業組合は10月7日、県内のイベントや公共施設の情報を掲載した2021年版三重県民手帳を発売します。鈴鹿市の伝統工芸品伊勢型紙を表紙カバーのデザインに採用、2種類を用意し、各税込み1100円で販売します。鈴木英敬知事が9月18日の定例記者会見で発表しました。10年ぶりに復活した2015年版から数えて7冊目、2017年版以降、県指定伝統工芸品をカバーにしています。今回は伊勢型紙を使い、三重の文字を市松模様のように組み合わせた市松と、県庁の白千鳥をモチーフにした千鳥の2種類を作りました。
手帳では来年開催される三重常若国体三重常若大会を10ページにわたって特集。従来から掲載している公共施設の情報だけでなく、新型コロナウイルス感染症の対策や新しい生活様式を紹介するページも新たに設けました。三重県をもっと身近にをコンセプトにする三重県民手帳、毎年変わる表紙カバーデザインや収録内容が非常に楽しみですね。毎年購入されてコレクションされる方もいるのではないでしょうか。手帳には来年に控えた三重常若国体常若大会の特集と、さらに新型コロナウイルス感染症の対策を記載しています。この新型コロナ対策方法を掲載するというのは非常に好感が持てました。正しい対策方法を県民の方に周知するという意味でも県民手帳に記載し、一人でも多くの方に手に取っていただきたいですね。それでは続きまして、9月17日木曜日9面、鳥羽国際ホテル大輪の花咲くケーキの記事です。三重県鳥羽市の鳥羽国際ホテルは19日から22日、ホテルショップで日本最大級のエディブルフラワータイタンビカスをあしらったケーキを期間限定で発売します。直径15センチ、高さ4センチ、価格は税込み2160円、1日5個限定です。タイタンビカスは津市の赤塚植物園が育種開発したオリジナル品種で、花の大きさは直径15から25センチ、淡白でほのかな甘みがあり、苦味やえぐみなどの癖がほとんどないといいます。山本シェフはタイタンビカスケーキは贈り物として喜ばれるのでは、今後もスイーツで県の食材を全国に広げたいと話しました。鳥羽国際ホテルと赤塚植物園のコラボ商品となっています。実際にタイタンビカスを拝見したことがあるのですが、本当に片手いっぱいの大きさで迫力がありますし、生地にもある通り味にもえぐみがなくあっさりしているので、ケーキにも相性がいいだろうと想像できます。鳥羽国際ホテルですが、何度もこの電子グローカルニュースで取り上げさせていただいていますが、幻のチーズケーキやエリザベス女王にちなんだアフタヌーンティーセットの提供など、コロナ禍で観光業が落ち込みを見せる中でも次々と新しい施策を打ってお客様に喜んでいただこうとする姿勢が伺えます。どれも面白い取り組みばかりなのですごいなと思っておりました。今回の大輪の花咲くケーキ、残念ながら提供期間は終わってしまいましたが、今後の定番メニューとしてなっていただければなと思います。それでは最後に9月17日木曜日6面、岐路に立つ大学のミスコンの記事です。大学祭のミスキャンパスコンテストが岐路に立っています。性差別解消の機運の高まりや多様性を尊重する社会の流れの中、女性の容姿を特定の価値観で優越をつけることが疑問視され、中止や企画変更が相次ぎます。この問題とどう向き合うか、学生たちが模索しています。社会的な存在としての体を研究する医療人類学者の磯野真帆さんは、ミスコンについて、従来の男性目線で女性を品定めするような企画は再考すべきだとしつつも、内面という基準が分かりにくいもので順位付けるのは残酷な面もあると指摘します。多様性の大切さが叫ばれる時代でも、外見が人の判断に影響することは避けられない。学生は新しいコンテストを通じ、法律で決められない判断基準を多様性と既存の価値観の間で模索しているのではないかとしています。これまでミスコン批判の中心にあったのは外見で判断することの差別意識だったと思います。しかし最近では多様性の尊重からミスコン批判の方向性が変わってきたように思います。この多様性尊重を打ち出すことで、ミスコンを廃止する動きが一気に広がったといいます。国際キリスト教大学や法政大学は教育方針としてダイバーシティを掲げていることから、ミスコンの開催を禁止しています。一方で記事にある上智大学が性別を問わない新しい形でコンテストを続行するということです。かなり新しい取り組みで注目が集まっているといいます。女性らしさ、男らしさを問う新しい挑戦ですね。一方で懸念されているのが SNS での性的嫌がらせやバッシングです。この課題は性別を取り払ったとしても根強く残っているものであり、対策が必要だと思われます。多様性に挑戦するとともに、世間にどれだけ周知できるか注目です。それではお別れの時間です。7つの海を越えて情報を世界に伝える地域情報番組、電子グローカルニュース。三重県内外の情報をこれからも皆様に届けていきますので、次回もどうぞご覧ください。